続いて最後にね、トアがね、トアがめっちゃ優しかったという話をしたいと思います。なんかさ、トアさ体調悪かったらしいんだけどさ、なんかスバルの耳を心配したかさ、チャットくれてさ、そういうとこ優しいんよトアと。スバルちゃん大丈夫っつって、え何がみたいな、体調大丈夫元気って言って、え全然元気元気っつって、さっきもめちゃめちゃ踊って今焼きそば食べてるわっつったら、もうずっと麺食べてるじゃんって。なんかそのさ、スバルなんか麺イメージある、ずっと麺食べてるじゃん。トアはねすごいね優しいんだよ。ただトアの家にたまに遊びに行くとさ、急に思い立ったようにさ走って猫捕まえに行ってさ、バーって捕まえてきて、猫の顔にバーって自分のトア顔を埋めてなんかずっと吸ってるのね。すると猫がすごい助けてほしそうな顔でスバルの方見てくるのね。コターチそれだけが心配だわ。それ見てスバルがいつもコターチいじめられてるって。でもなんかコターチさ可愛くてさ、結局ちゃんとさトアがさ優しいからさ、トアの足元にずっとコターチいんだよ。そんなトアが明日ついにエイペックスの本番、大会本番を迎えるらしい。みんなで応援しよう。トアに教えてもらって知ったけどさ、スターエンドってみんなどういう意味か知ってる？あれスタートとエンドをかけてスターエンドっていうらしいで、めちゃめちゃおしゃれじゃない？そうスタートエンド、みんな知っとるんかい？みんな知っとるんかい？スバルだけが知ってると思ってドヤ顔で披露しちゃった、恥ずかしい。はい、ということでね、皆さんね、ぜひね応援しましょう。